はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、トトもトットと申します。最初から噛みまくりということでですね、本日は10月25日なんですけれども、ね、生放送では、バージョン16の話で、うわー、こんなに見栄え変わるんだとか、おー、マイネ降臨頑張れとか、新キャラアンケートゴッドフェス見てキャーって思ったりとか、200個魔王石やばーって思ったりとか、楽しい時間を過ごしていたんですが、このノリでね、私は多分ですね、まずアンケートゴッドフェスの前に攻略しなければいけないガチャがある。私にはハロウィンガチャでコットンを引かなければいけない。そうじゃないとガチャが終われません。ということでですね、前回49回ガチャを引いて、まあ、結果コットン以外はあとネテちゃんか以外はまあゲットできたものの、コットンは手に入らずって終わってしまったので、今回第2回コットン頑張って出すぞーっていうガチャ動画でございます。さあもうね、サクサクとやっていきましょう。気合い入れて魔法石積んできました。それでは一発で終わらせたいコットンガチャー。アンケートゴッドフェスでもね、アンケートゴッドフェスでもコットンがあんなにいっぱい全員対象になるぐらい有名っていうんじゃない、人気なキャラクターすごい使えよー。せーのドン。あー、びっくりした。一瞬びっくりするから、コットンは星8です。おー、せーのドン。あー、かりんちゃんか。今回も続々とね、スパスパとやっていきたいなと思います。相変わらずダイヤルツはいい。じゃん。ライラちゃん、ダイヤ率はいいからね、まずはそこですよ。そこがクリアできてるだけまあいいでしょう。まあたまにあるこの休憩タイム、まあまあまあ文法がね溜まっていく一方ですよ。銀とか金は交換キャラにもできないんで、売るしかないみたいな。おお、星8シャンメねえ、そっちかよ。今これで星8出したの痛いな。うわ、ほら星8出しちゃったから銀じゃないですかねえ。コットンどこなの、私のコットン。やっぱり私の端末にはコットンは実装されてないのかもしれない。つらい。コットンどこにいるの。もはや出てきた名前さえ言えなくなってきてしまっている現状でございます。いや、まさかシャンプーが出るか。いや、そこはコットンにしてほしかったな、千代ちゃんね。まあまあまあ、はい、まだね終わってませんから、引き続きコットンを狙っていきましょう。はーい、ダイヤがね出てくれないと始まりませんので、あれデジャブかな。やばいダイヤが出なくなってしまった。シャンメイで力尽きた感がすごいぞ。い、頼むコットン 1.5% 見してくれコットン来い。アルラウネちゃんか。まあね、ガツガツ引いていきましょう。サクサクがね、やっぱ前回の動画もあんだけサクサクやってても結構な分数になってしまった。おあれ、私ソニア持ってなかったっぽい。はじめましてじゃない、だって1体だもん。やった、めっちゃ嬉しい。まさかの見逃しポイント、ソニアです。これは嬉しいですね。あとは、まあ、ネネも持ってた気がするけど、まあでもコットンですよ、コットン。うわ、2連ちゃんいらっしゃいませ。嬉しい、2体目まさかの星72連ちゃん。星7出なくていいから1回ダイヤで星8でコットンでお願いしたいところですね。
まあ前回に比べたらちょっと銀率が高いかな。いやハロウィン近づいてきてるんでちょっと天気見してほしいってところ。カニちゃん、まあね、お化けのポーズしてるもんね。やばくない？だってなんか結構コットン出たとか、 YouTuber、 有名 YouTuber でもコットン出たとか、なんかもうね、サムネで見たけどコットンリーダーにしたらすごかったとか、なんかもうすごい見ますよ。そんな中私はこの物欲のおかげでコットンが手に入りません。あれれ？でもさ、そういうのあるよね。一点狙いは闇って言うじゃないですか。でね、まあ別に交換でコットンを手に入るというやり方もあるんですけど、最後までガチャで頑張りたいっていう思いは正直ありますよね。ローズエール多いな。コットン、コットン来てくれ。コットン、ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン。ねえ、違うでしょう。どうしてそっちが出てくるの、本当に。おぉ、マジかよ。星8、2回出てなかなかいい引きしちゃってるじゃん。どうしてコットン出ないんですか。やば、これま超やばい、マジで。マジでハマりまくっちゃってるな。積み同じキャラクターばっかりじゃない、さっきから。なんかもう一回出るとガバガバ出ますみたいな。でもコットンは出ないんですよ。ネネも出ない。なんかもう偏ってるよね。同じパーセンテージを組んでるとは思えないぜ。やばいよ、みるみる魔法石47個になっちゃいましたよ。あと9回しか引けないからね、これまずい。第2回も終了の負けのお知らせ。ヴァンパイアロード、ヴァンパイアロード、やばくないですか。ハッピーハロウィンどころじゃない、もうハロウィンだじゃ二度と引きたくないレベル。これきついな。だってしかも月末にアンケートゴッドフェスあるんだよ。超マジ爆死じゃないですか。爆死、いや星8出てるからトータル的に見たら爆死じゃないのかもしれないけど、私にとっては爆死、爆死もいいところだよね。私本当に最初のゴッドフェスでコットンが実装された時も100回引いても出なかったんだから。ネネが先に出たか、ネネが先に出ましたか。ここはコットンが良かったな。それで終わってほしかった。ねえ、ロゼル出すぎ。10体目ですよ、売却して10体目。やば、嘘ね、この子何パーセントなのね。やばいよ。もう何も言えないよ。交換にしよっかな。あ、何回引きましたかね。49、まあ50回と見立てて今回が35だから85回、84回くらい引いたよ。84回でコットンゼロ。やば、1回で手に入れてる人もいるのに、何個も手に入れてる人いるのに。正直ね、さすがに出ると思ってたよ。さすがに今日は出ると思ってた。こんだけ引けば出るでしょって思うよ、思わせて欲しかった。
最後のワンセットやっていきたいと思います。私の心はズタボロです。いやかつてメンマこんだけ引いてるほらね、2回目からボンボン出る。あんなに80何回引いてねえなんて一回も出なかったのに、出た瞬間これですよ。だからコットンもな、最初の1回の壁さえ超えちゃえば5体くらい欲しかったよ。正直本当は5体くらい欲しかったけど、まあもう無理だよね。1体いても1体取れたらいい方みたいなところはあると思います。いやまずいよこの引きは。ほら出る気配なし。さあ13回バック死して終わりますか。本当にもうね、1% も期待できてないです。多分またロズウェルが出ると思います。はあ、ああリュエルちゃんでした。はあ、いやイベントガチャってさ闇だね。本当にこんなに死ぬくするんだよコットン。つらいよ、あんなにアップデート報告がいっぱい来てたのに。悲しい気持ちになるわ。はい、残り9回。おなんか電波が悪い。あ、電波が悪い時はいいやつが出るっていうイメージなんだけど、カリンちゃんでした。あーもうダイヤも全然出なくなっちゃった。これはもうねダメですね。第2回ハロウィンガチャ動画終了のお知らせ。やばくない？はまり込んでる。やばいよやばいよ。いやこれはダメだわ。私は交換所でコットンをもらいます。もう嫌です。だってモンパ100万いっちゃったよ。はい、ということでもうこの4体を売ってでも私はコットンが欲しいので、コットンを交換させて終了していきたいと思います。ガチャで欲しかった。ありがとうコットン、いらっしゃいませ。お疲れ様でした。バイバーイ。